大橋家は、江戸時代の将棋家元の一家。初代、大橋宗家が祖。将棋三屋には分家である大橋分家があり、それとの区別で特に大橋本家とも呼ばれる。身分は御用達町人。二代、相互の時代に大橋分家、伊藤家の将棋三屋による家元制度を確立したが、大橋家は、相互の孫の四大終殿の創生で、断絶の危機を迎え、 伊藤家より養子を迎えようやく存続した。以後も5代、宗慶の養子の6代衆議院が、伊藤家の伊藤院たちとの57番勝負に、負け越すなど不審が続き、再度伊藤家より養子を迎えることとなる。八代宗慶のこの9代宗慶が発生名人となるも、以降は目立った活躍もなかったが、11代、宗慶の門人から天野宗保と、小野五平が出ている。 明治時代になり、他の将棋参加とともに、家元としては廃絶し、また十一代、宗家の後を継いだ十二代大橋集金の気力は低く、一定の権威は有していたもののその影響力は低下した。宗金の引退後、後継となった大橋五郎が未熟であったため、関根金次郎を後見に迎え面上の発行などを関根に食卓することとなった。初代、 総計の墓所は、京都の本邦寺協業院にあるが、二代、総後の墓石は、行方不明となっている。三代総計以降の歴代当主の墓所は、伊勢原市の藤山上皇寺。1928年に、東京都より、史跡指定を受けている。九代、大橋総計らが残した、大橋屋文書が発見され、江戸時代の将棋雑誌の実態を知る上で貴重な資料となっている。初代、 大橋総計2台、大橋総合3台、大橋総計。初代大橋周四女。4台大橋周殿、イコール5台、大橋総計イコール6台、大橋高志銀イコール7台、大橋総計イコール8台、大橋総計。9台、大橋総計イコール10台、大橋総計11台、大橋総計12台、大橋周金。 大内信行、天狗、太郎、名称の木跡と29ページ、大内信行、将棋の世界88ページ茶屋県3、将棋名人の寺、関を散歩しよう、ことばんくことばんくことばんく、ことばんく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 、ことばんく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 、ことばんくことコマのささやき、加藤久也、将棋家元、大橋や断絶す。 将棋世界1983年9月号、日本将棋連盟。加藤久佐や、将棋家元、大橋や乱絶す、将棋世界1983年9月号、日本将棋連盟。ありがとうございます。